衝撃ミラクニスの知られざる雑学五選。こんにちは皆さん、今日は映画やテレビでおなじみミラクニスの意外と知られていない雑学を5つお届けします。驚く準備はいいですか？1、出身国。ミラクニスはアメリカで活躍していますが、実はウクライナのチェルニウツィで生まれました。7歳の時に家族と共にアメリカへ移住したんです。2、英語を話せなかった。アメリカに移住した当初、ミラは英語を一切話せませんでした。しかしその後見事に克服し、今では流暢な英語で演技をしています。3、初めてのキス。ざっと70セカンドショーで共演したアシトン・カッチャーとのキスシーンは、実はミラの人生で初めてのキスだったそうです。4、目の色が異なる。ミラクニスの魅力の一つ、その美しい目ですが、実は左右で色が異なるんです。これは虹彩移植症という現象によるものです。5、声優としても活躍。映画やテレビだけでなく、ミラは人気アニメファミリー外でメグの声を担当していることでも知られています。ミラクニスに関するこれらの雑学はいかがでしたか？彼女のことをもっと知れば知るほど彼女のファンにならずにはいられませんね。次回の動画でも驚きの雑学をお届けします。お楽しみに。このチャンネルは巷の雑学を中心に動画を配信しています。この動画が良いなと思った方は、チャンネル登録と高評価グッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の後、ベルのマークの通知をオンにしていただければ最新の動画も見れますので、そちらもよろしくお願いします。